着しましたよ。あ、財布忘れるとこだった。さあ、こうやって画面で見るとまだ明るいですね。始まったよね。さて、ここが地ビールターニングウイルス、これは2018年にオープンしたということでね、今時刻は6時15分になります。あ、目の前のコンロも素敵ですね。カメラ録画中？え？録画中？いや、録画してんのかな？映ってないけど。なんでこっちに向いてるんですか？え？いや、ちょっとこう。あ、撮れました。うん。どうですか？何ですか？最近どうですか？いや、あまり変わりない。先々週、そうなんですよ。先週でしたっけ、先々週。いつでしたっけ。いや、1週間どうだったかな。1週間前。先週じゃない？先週でしたっけ。先週の金曜日。先週だったんでしたっけ。ああ、そうか。そんな、ね、ずっと前の気がするけど。ねえ。2週間ぐらい前じゃないですか。2週間ぐらい前じゃないですか。え、先週18でしょ。7月、え、違う、8月18でしょ。今日26でしょ。1週間しか経ってない。1週間あら、もっと経ってると思う。うん、そうね、まあ10日ぐらいは経ってると思う。うん、さばいていきましょう。もうすでに頭痛いんですけど。よく転ができましたね。まあ、ちょっと酔い覚ましてから、はい、うん、まあもうあと 2杯ぐらい飲んだら明日二日酔いになる。2杯も飲む予定なんですね。すごい。一杯でやめれたらいいな。やめれればいいな。4時半ってことはもう2時間ぐらいです。2時間ぐらいここいる。あ、私？うん、あ、まあ、はい。ビール飲んでぼーっとして。うん、そうそう、これ。これだけ半分のやつ。でかいやつ。これで2杯目。どうやって時間過ごすんですか？まあ、スマホ見たり。あ、これ食べたり。飲んだり。ぼーっとして。今日も映画見たんですよ、ロビンさん。なんホラーのやつ。え、なんで？The Invitation。なんか聞いたことある。うん、なんか
どこかなんかみたいな。はい、うん、その主役が好きで、うん、女性のやつ、よかったです。まあまあまあ、よかった。ホラー、ホラー、ゾンビ系ですか。ヴァンパイアです。ヴァンパイアって、ヴァンパイアとゾンビって どちらが怖いんですか。ヴァンパイアもやったらほとんど見たことない。多分それよりもその幽霊系が怖いです。あ、私は。いや、貞子とかなんかいきなり出てくる。あ、それも怖い。でもゾンビも結構いきなり見るでしょ。ああ、でも幽霊の方がなんか突発性がパワーがあるみたいじゃないですか。不思議。確かに、はい。で、私はいつもホラー見るときにもう心の準備してるんですよ。もう怖い展開になりそうな場合はこれはただの映画だ、自分の頭に、で、大丈夫。引き込まれる前に、私一人では見れない。一人では見れない。ゾンビは大丈夫。あ、うん、でもなんかあのちょっとワールドワーズは大丈夫。なんか血がドバッと出るやつはあんまり。ジェイソン。ああ。何でしたっけ。13日の金曜日。ああ。見たことないんですよ。あ、私もなんか、なんか怖そうだから。全部なんか、その時もびっくりする。映画見てる時もびっくりするし、その後を引きずるんですよ。まあまあまあ、はい、そうですね。はい、その日の夜、そう、夜。わかりますね。はっとか思って。あるはい、トイレシャワーしてるとか。そう。天井って。そう。わかります。一週間ぐらいの旅です。一週間。それは長いですね。だからもう。そっか。いやでもなんかあの現実ゾンビとか現実にないでしょ。実際に出てくるはずがないから。いいんだけど、あの殺人鬼系とか、あ、そういうのあるかもしれない。あるじゃないですか。人間が一番怖いですか。人間が怖いからね。一番怖い生き物。ゾンビも、なんか昔は本当、突拍子もないところからゾンビが現れてるみたいな感じだったけど、今のやつって、なんかそれこそヴァンパイア系と同じで、こう誰かがゾンビ、それをこう増殖していくみたいなんだから、結構身近な人がゾンビになったりとかあるじゃないですか。ああ、なるほど。そう考えると、こいつゾンビなんじゃないか。いないけど、私の場合は。この人ゾンビだったらどうしよう。一人ゾンビだから、別にいないんだけど、ちょっと嫌だな。なんかエスカレーター乗ったら上からバーッと落ちてきたらどうしよう。エレベーターバーッと上からそう乗ってくるとか。ありそうな、ゾンビ映画でありそうな。いやもう、コビの真っ只中、もうすごい大変な状態じゃないですか。その次の段階は、ゾンビ的な病気になったりする。なんか全ての、なんか、ゾンビ映画がこうべき、こう裏付けてる、紐付けてるんじゃないかなっていう、なんか昔見た映画とかもそれを予見してたんじゃないかとか思っちゃう。なんか、なんかどんなゾンビ映画見てもそういうウイルス系とか見ても、なんかコビットのこと考えちゃうから、なんか。あるかも、まあ、ありそうですね。病気、ただ病気でゾンビっぽくなったじゃないですか。
ウイルスっていうのはあるかもね、うん、それこそあのバイオハザードみたいな、うん、なんかゾンビとかヴァンパイアみたいに分かりやすく接触じゃないとこって何か感染する、うん、余計になんか怖いウイルスに、あ、どこで接触するかわかんないけどね、うん、症状がさ、ただ熱とか、うん、咳とかだけだから、うん、もしかしたらこの症状の誰か噛みつくとか、うん、はいはいはい、あ、そうなんです、出てくるかもしれない、そうなんですよ、まあ、はい、そしたらすごい怖い、うん、怖い、他のではない、うん、他のじゃないと思います、うん、あ、ありえますよね、はいはいはい、そこにたまたまその症状として狂犬病みたいな、そう、熱、咳、喉の痛みみたいな自分のあれだけだったけど、もしかしたら将来的にそういう感染症みたいなのでなんか、咳喉みたいに、誰かに気をつくみたいな、うん、まあ、どうせ、なんか、病院感染、なんか、感染病気、病院とか、病院、そうだね、噛まれなくても感染するとかね、うん、まあ、それはすごい、うん、ロンビーが全然見ちゃうな、なんかやってたら見ちゃう、あ、見るんですね、うん、あのワールドワー G はとにかくもうあらゆるゾンビもののなんていうのこうエッセンスを詰め込んだ映画っていうか飛行機の中で襲われたりあれ2あったんでしたっけ2いやまだ2枚ないんですか、うん、あ続いてる感じでしたからね、最後に。あ、治ったんですよね、なんか、うん、そう、いやだからあの最後にブラッド・ピットが薬見つけて、最後あの病気になるやつですよね、自分の病気にするそう、うん、で相手はもうゾンビが自分のこと透明人間みたいなそうそう、健康な人間しか狙わないから、うん、それをゾンビがバーッと走ってるところでそうそうそうブラッド・ピットが一人で、はいはい、ペプシャーというか、あ、はいはい、あのシーン、はいはい、そうですね、うん、なんかね、ブラッド・ピットってね映画の中でよく食べたり飲んだりあれ、あの食べてるよりすごい美味しそうに食べてるあれ見たいんだけどね。あのなんだっけブレッドトレイン。見たい見たい。ブレッドトレイン。今やってるのは小さいだけ。え？小さいだけ。終わっちゃった？もうや終わってる。早いんですよ。1週間だけやってました。そうなんですよ。小さいドアまでやってます。さっきチェックしたら。でなぜチェックしたかというとタップガンになってるところにもうまだないかなまだ、うん、おいおいトップガン、私だけじゃなかったんですね再確認できましたよいやもう、アメリカのセレブたちも何回も私が好きなもともとスポーツ記者ですけど、今も自分の、メディア会社みたいなと思ってて、で、その人もすごい好きみたいで、何回も見ました。私だけじゃないと。で、さっきこの、その日本の記事も見て、日本でも怒ってるんだ。すごいわ。いや、もうニュースでもやってましたよ。え？いや、もう私、まあ、見てたニュースとかでも、なんか8回とか10回見ましたとか。もう何回見ても。やってました。
見れる限り見たい、私。もう本当に、もうやってたらもう毎週見ますよ。今あったら見る。はい、今あったら見る。今なくて、時間作ってみる。日本でやってたのはなんかの 3D とかの映画館でやっぱ見たいんですよ。そんなことないです。そうすると迫力が全然違う。普通の映画館でも 3D じゃなくても音がいいんですよ。音が。余裕があったらもう日本飛んで見たい。そんなお金とか時間があったら、そう、なんか 3D の映画館ですごい、全部満席。3D の映画館も、3D でやってるんですね、その映画館。映画館で見るのと、違うと思いますよ。感動します、毎回。映画素人だけど、映画が素人。何も知らないじゃないですか。ただ映画マニアとかではない。でもないし、ただ映画を見るのが好きで。映画ね。いや映画もちょっとね、私ファスト映画とか見ちゃうからね。ファスト映画。あ、ファストシリーズ。ファスト、いや、ファストシリーズ。ファスト映画。ファスト映画って知らない。ファスト映画。なんか、ネタバレのやつ。ああ、あります、あります。15分ぐらい。見ないですね、私。YouTube でやってます。10分ぐらいで、大体どんな映画か説明する動画があります。めっちゃ面白そうだったら、全部。もう分かってるんですね。もう分かってる。はい、どうなんでしょう、見方としてそれは。いや、私も一時期レビューとか 見てから見るか見ないか知ってたんですけど、やめました。だいたい予告良さそうだったら見て、ダメだったら出す。大丈夫です。外れたりしない。いやいや、もちろん外れもありますよ。でもそれはしょうがないです。ダメだったなって。面白くなかったな。この間、もう一つジャングルの映画見たんですけど、ライオンとか入って、すごいなんかつまんなかった。つまん早く終わんないかな。なんでつまんなかった？なんか、すごい強いライオンが、自分のテリトリーを守って、でその人たちが入っちゃったんですね。ありがとうございます。シェアしてください。勉強してて、中学1年生で、